あとはね、うん、あとあれ中村誰だっけ、なんマサヤちゃな、あれですよ、半分青いのね、佐藤健でしたっけの友人役のね、智也か、中村智也、うん、のね、なんだろうな、まあいわゆるゾンビものっていうやつですよね。なんかこう人間が死んじゃってもまた生き返っちゃって、でなんか鬼滅の刃の鬼みたいになっちゃうやつですよね、うん、それがね、なんかその2018年ですか、なんか当時のミステリー部門の週刊文春とかなんとかミステリーなんとかとかの4部門を独占して取っちゃったみたいですよね。独占なのか寡占なのかわかんないですけど、まあわかんないですけどね。でも映画だとそんなにすごい作品なのかなとは分かんなかったんですが、何なんですかねゾンビものっていうのは。これやっぱりこの鬼滅の刃にしてもね、まあ、ゾンビというより、まあ、ゾンビもんでしょうね。人間だったのが鬼になっちゃうんですからね。人間と人間がこう戦っちゃうとそれこそ悲劇なね、この戦争になっちゃいますからダメなんですけどね。まあウルトラマンとかね、仮面ライダーにしても片方が怪人とかね、怪獣とかね、人間対人間じゃなかったのが一つのトリックなん、トリックって言ったら変ですけど、やっぱり人間対人間で見せられないから、まあね、弾一発残ってんじゃんねとかね、ああいうねスケベな、水戸出身の、東大じゃなくて日大芸術学部だったんですね、荻野目洋子のお姉ちゃんとね、たぶらかしちゃったね、なんつ言いましたっけ、なんかなぜかそのスケベなはずなのに人気のあるね、もう死んじゃったから何言ってもいいんですけど、その人はね、なんつうかな、でそれなんですか、なんだっけな、弾まだ一発残ってるじゃけんってね、金子のぼさんに言うね、菅原文太さんがね、うん、なんだっけ、あの実力者って言われたね、東映の、うん、仁義なき戦いね、まあなんか話途中で止まっちゃってると思うんですけど、途中で喋ってるうちに忘れちゃうんですよこれ、うん、だどうしようもないですね、うんうん、まあでもね、本当にこの別に金があるから地位があるから立派だからってね、芸人だからとか歌舞伎役者だからとか、それでこう女の人を一人も二人もこうたぶらかすような人間は男じゃないですよ本当は、うん、まあ宗教的に怖い面もありますけどね、まあ一夫多妻制のところもありますからね、うん、そんな人のことに文句言ってるわけじゃないですけど、少なくとも日本はね、一夫一婦制を明治時代あたりからこう変えてきてね、うん、そうやってやってきたわけですから、しかも首脳交渉でね、それ以前はね、江戸時代以前はこうお百姓さんからね、まあ豊臣秀吉は何でになっちゃったのか分かりませんけど、出世しちゃったのか分かりませんけど、普通は首脳交渉でお百姓さんだったらお百姓さんのままで、武士は武士のままでずっといなければこう職業の自由もなかったんですよ、職業選択の自由も。で明治以降にそれがだんだんこうできてきたから、もっと明治時代を、まあ、反省も含めてですけど、日本はですよ、徴用しなきゃダメですよ、もっとね、思い出して。そんだったらね、一夫一夫制にしたんですから、一夫一夫制をこう一人を愛するっていう力をね、多くを愛するのはだからエロスとアガペーで、アガペーでいいんですよ。エロスは一人を愛せればいいんですよ、欲求過剰ですよ。だからバイセクシャルというのは話戻りました、ようやく。一人の異性を愛すれば、一人の異性愛者と表面上ね、表面でいいじゃないですけど、同じなんですよこれ、全くやってることがね、やってることって何ですかっつったら、まあそれですよ、うんうん、まあそんなことでね、だバイセクシャルって LGBT って言われてマイノリティだからって尊重、その尊重じゃねえや、なんかこうね、擁護する必要が何であるのかって聞きたいですね。よっぽどね、異性愛者で結婚したいのに結婚ができない、生涯
未婚独身、孤独死するような人の方がよっぽどかわいそうですよ。そっちを LGBT に入れろって、 Q に入れろって言いたくなっちゃいますよ。これ誰ですか、そんなこと言い出してるの。 SDGs の人ですか、国連ですか、グランティーノじゃなくて何ですか、あの国連総長もね、偉い人なんですから、なんでウクライナとロシアに1回だけ行ってニコッとしただけで帰ってきちゃってるんですか。 ずっといなさいって言うんですよ、ロシアかウクライナ、ロシアの方にずっといなさいって言うんですよ、国連だったら。それだけのこの大役任されてるんですから、うん、おかしいですよこれ、うん、1回ね、こうやってだってこう1回ちょっとだけ行ってね、こう戻ってきてね、それで 何が変わってんですか本当に。あ、眠たくなってきちゃいましたね。うん、まあそれでね、そのうん、でもそれもね、詩人層の殺人も映画、原作は見て読んでないから分かんないですけど、映画もなんだか分かんないですね。明智っつね、まあ伝統的な探偵の有名な名前の中村智也がね、途中でゾンビ化して最後はね、襲ってきちゃうから、ラストシーンでね、浜辺美波がね、なんだか目ん玉から突き刺すとゾンビがもう絶命するんですよこれがね。鬼滅の刃はこれ首切っちゃうとね絶命するんですけど、伝わると思うんですけど、なんかそういう絶命の仕方をなぜかしか分かってるんですねこれね、相手がね、うん、でなんかね、最初こうなんか注射みたいなものでなんかこう茶色く、それでなんか3人くらいの背中を見せた男がね、こう駆け逃げるシーンがあったから、あるこうパーティーみたいなとこでこう撃っちゃったんですよね、飲ませたか撃っちゃったかも、ね、そしたらその後かぶりついて力こう入っていくんですね。そんでこうみんながゾンビ化する。だからこれはね、比喩的に言うとコロナみたいな、新型コロナウイルスみたいな、ああいうパニックですかね、人間、戦争的な人間の気持ち、思想、そういう戦争思想みたいなものもメタファーですか、なんかこうアナロジーですか、比喩的にはそれを言ってるのかもしれないです。人間対人間にしちゃうとあからさまで表現できなくなっちゃってて、比喩的に、だからそういう比喩的なものは子供は分かるんでしょうね。ただ15歳以上12歳以上は禁止とかで、ね、親と一緒に見なきゃダメないとか言われるんでしょうけど、だからね、理科でね、卵子と精子が受精して新たな貴重な子供が生まれますとこと、それでその生物の存続が、まあ、地球環境も含めてね、でスケベな男や女はね、なんだか知んないですけど、自然環境の方はね、えいえいおおとかやったり大事だよとか言えるんですよ、正しいんですよ。だけど原発反対とかね、原発だって放射能で DNA 遺伝子をぶっ壊しちゃうんですから、そりゃ怖いですよこれ、うん、でも環境問題とかね言ってもスケベだったりするんですよね、乱行しちゃったりね、ステップファミリーとかやっちゃったりね、わけわかりませんよね。だからねじれてんですよ、保守とかリベラルとか言いますけど、いいとこと悪いとこねじれてんですよ。まあね、そこら辺がだから選挙も行きたくなくなっちゃいますよね。だって 50% 違ってたらね、嫌ですよね。 90% 以上同じ考えだったらね、だから人気投票みたいになっちゃうんじゃないですか。生稲晃子がね、まあ、同世代ですけどね、立候補しちゃったりしなくてもいいですよ。あの人もなんか病気しちゃってね、本当にかわいそうに、まあちょっと良くなってきたら立候補しろとか言って相当なストレスかかりますよね。まあ、本人はでもやりたいんだから出たんでしょうけどね。まあ、あれしょ、こうなんかこう真ん中がこのキムタク夫人で、もう一人が眉毛濃いね、まん丸の人だったんですね。でもう一人がイクイナだったんです、あれね、走り廊下渡りたいでしたっけ、渡り廊下走りたいでしたっけ。後ろ指刺さり組ありましたけど、大体こう秋元はね、恋愛禁止とか言いながら、これ有名な話でね、その片方と結婚しちゃってますからね。でゆうゆうはね、これも同い年のね、ひでちゃんとね、交際してたのに、なんか知んないけど、ひでちゃんはね別れちゃってね、宝塚の人と結婚しちゃって今幸せに暮らしてて、
なんか司会者になっちゃってますけどね、エイビーブラザーズね、元ね、うん、でまあそういうドラマで、なんでこうね、それは女性と男性がねこうね、やっぱりこうくっつくと、やっぱり一人男性と一人女性がくっついて子育てっていうことになりますから、まあ論理的にはいいんですけど、何も悪いことしてない先輩のね、中村倫也に慕ってたね、あのこの神木隆之介をこう後から勝手に出てきたこの浜辺美波がこうこれはいい助手になるっていうことで、まあどっちも探偵なんですけどね、で探偵ライバルとしてはこの倫也と美波なんですよ、うん、で倫也と美波の探、うん、その助手として神木隆之介は素晴らしかったんで、だからホームズとワトソンのワトソンでしたから、うん、それでこう、この結局こう奪っちゃうわけですね、男を男から女が奪っちゃうって、まあ、当たり前って言ったらね、それだけ言うとね、文脈がだけど男を慕っててる男をなんでこういい、だからあれですかね、ヘッドハンティングみたいなもんですかね、それを嫌がってたっていうより、神木隆之介はいい男だから私はその明智ですね、あの中村倫也についていきますから、絶対に倫也死にませんと言ってたのに、最後にまあゾンビになっちゃったからしょうがない面もあったのかもしれないですけど、まあ、人間に戻んないでね、だけどね、何でしたっけ、鬼滅の刃じゃね、なんとかさんっつね、なんかこうね、薬薬剤師のがね、こうギャギャギャってやってね、こう作っちゃったんですけどね、その人間に戻るもの、ね、あと鬼は鬼でこう人間を戻せる力があるんでしたっけ、忘れましたけど、うん、たまみさんでしたっけ、たまこさんですよ、たまで、たまみさんかたまこさんかわかんないですけど、その薬を作れる人の治療薬ね、うん、を作れる人のを慕ってた年下の男の子は何歳まで生きるんですかね、永久に生きちゃうじゃないですかね、地球が滅びるまでね、うん、でも地球も滅びるし宇宙も滅びちゃうんですよね、なんか採点科学者の話ではそうなんでしょ、うん、無に帰っちゃうんでしょ、これ無だったもん、うん、だからってね、人間どうせ死ぬんだったらやりたいことやればいいさつってやれませんよ、これもしもだって全人類を滅ぼすのが、こうね夢になっちゃったらね、その人やれるわけないじゃないですか、これ、うん、それはダメだよと、うん、それを顧みればやっぱ同じことですよ、これ人妻は他の人と契約して結婚してるんですから、契約するの大事なんですよ、ちぎりですから、あなたは誰とちぎりますかですから、それを横取りしちゃうと奪っちゃうんですから、だから泥棒と同じですよ、うん、ね、だからね、裏でこう卒業とかね、うん、して略奪しちゃうってね、週刊文春がなかったらなんだか離婚しちゃって再婚しましたって終わりますけど、相当略奪っつうのあって、だ企業だってそうですよ、あのだいたい企業が家庭を奪っちゃったんですから、家庭の大事なところをいろいろ企業ってところでね、女の方はね、まあ企業から取り戻すのもありますよ、企業内結婚とかね、うん、別の言葉ありましたけど、ちょっと なんかね、うん、社内婚なんだか分かんないですけど、それは家庭にこう社内から、だまあある意味ね、会社と家庭が一体してるっていうようなね考えもあるかもしれないですけど、うん、まあだけどね、略奪なんていうのはね、本当に泥棒だし悪者がやることですから、うん、それは本当女性だって同じですよね、うん、だってカサブランカなんてね、あのハンフリー・ボガードがね、うん、やったね、かっこいいボギーですよね、ハンフリー・ボガードがね、うん、やったこの何ですか、こう酒場の経営者、うん、タラリンタラララン、タランタリランってね、こうやって元恋人をね、もう結婚しちゃった元恋人がね、助けてくれってこうやってきたらね、こう2人を逃がしましたもんね、うん、それがハードボイルドですよ、それをね、こう人の奥さんね奪っちゃうなんてな、
これは反ハードボイルドであって、あのネトラル天使も反ハードボイルド、うん、だからロシアとかね、ウクライナが平和に暮らしたのにあれでしょ、こう侵入しちゃってね、旦那殺して息子の前で奥さんこうやってね性的に犯しちゃったんだったらね、これ本当に怒りを感じなきゃおかしいでしょこれね。そんなのにこう両性の合意だからいいんだとかね、あの離婚弁護士がこう言っちゃうようなね、嘘百百並べてね、略奪って悪いことをね。だからあれじゃないですか、このこう鏡の中のマリアントみたいなね、なんかあの、ベイビーブルーじゃなくてね、ブルーブルーブルーシャトーじゃなくて、そのかかあの頭のでかい人なんか何回も作ろうじゃったんじゃないですか、いろんなとこで頭でかすぎんですよ、だから本当に、うん、ダメでしょ略奪なんて、なんて、うん、マルコメじゃなくて味噌売ってたんですから女の方はね、うん、まあなんかね、ブスのようで美人のようで、美人のようで美人のようで、まあ悪いタイプじゃないですけどね、外見はね、うん、男のは頭でっかいですから、頭でっかいしたらね、ビートたけしっつうバカがね、あの、南春夫大先生とかね、あの村田秀夫大先生がデカ頭とか言いましたけど、男はね顔がでかくてもよかったんです、うん、とにかくね、それでそういう不思議なドラマでね、うん、まあ何ですか、コメディーホラーでしたかね、なんだね、ユーモアミステリーみたいなのあれだったんですけど、うん、神木隆之介もね、もうなんだか惚れやすいのが、まあ浜辺美波異色になっちゃってね、うん、でも中村倫也とかね、あとなんかいろんな、それこそね、いろいろ千早古とか出てた人とか出てましたけど、みんな30くらいでね、20代後半で高校大学生かやってるというね、だから人によっちゃね、メイクとかね、人によっちゃ本当に、うん、まあ、浜辺美波はね、浜辺美波だったらごめんなさい、ね、19歳引く3年だ、16歳か、逆に年上かやっちゃったりしてる人もいますけどね、うん、山田杏ず杏ね、なんか新しい人出てましたからね、新しくもないのかもしれないですけど、私が知らなかっただけでね、うん、なんかいろんな新しい人出てます、あと佐久間なんとか出てましたね、あのなんだっけ、ひよっこでですか、うん、あの有村架純の友達でしたっけ、うん、なんかね、うん、まあ、そういうドラマでしたけど、何でしょうかね、だから、うん、女がただ同性愛的な関係はなかったですよ、あの性行為的なね、あの智也とあの龍之介にはね、だけど南はこの探偵としてね、こういい助手だからということで奪い取りたいと、そういうね、男から女が男を奪い取るみたいな、ね、すごい斬新なね映画でしたけどね、うん、ユーモアミステリーっていうかコメディでしたけど、怖いですよね、だゾンビであの人が死んじまうのに、コメディというね、恐ろしい、この怖い、逆に怖いですよね、笑いながら人の命を奪ってしまう、ね、ケラケラ笑いながら人の女性を犯してしまう、ね、怖い、それが2019年の映画なのかどうか、非常に怖い、うん、怖いですね、うん、いい人もゾンビ化してしまうってね、なんかこうそれをね、こうアナロジカルにでもそっから教訓を引き出すとすれば、普通の人も周りが悪いと悪くなってしまうようなね、逆に言うとね、結婚したいのに結婚できない社会を誰かがね、年の差婚だっていいですよ、だって55歳と40歳が結婚したって子供を産めますよ、産んだ人いるんですから、だってそういうの言っていかないとね、マスメディアのね、テレビラジオ新聞の人たちはエリートですから、給料たくさんもらってますから、中小企業の人より、
そしたらね、女の人なんかも略奪しちゃったり枕営業させたりしちゃってますから、ああいうテレビラジオね、まあ小学館って言いながら週刊ポストとかね、まあ似たような週刊現代とかね、あのエロ画像いっぱいね、エロ特集ね組んじゃうような小学館なのに、なんで週刊ポストなんですかね。小学館だったら小学校1年生で真面目に売れって言うんですよね、うん、でそういうエリートたちですから、でそういうこうやってるわけですよ。青山学院の女子学生とかが入社しちゃうわけですよ。だいたい風俗嬢とか男性学生女性学生で、金もないのに、金がないからあれですか、あの自宅に招いてあの性行為とかしちゃってるんですかこれね、うん、学生じゃないですよね、うん、そういう人たちはね、うん、何を学んでるかって言ったら性行為を学んでるんでしょうかね、うん、そんな人たちがね、学校の小学校からね、中学校の先生になってね、で部活動とかの顧問になっちゃったりしてね、過労死寸前でこう時間中カリカリやってたらね、そりゃね、異性のこのあれですよ、こうチンポコ触っちゃったりね、こう女子小学校の教師とかね、で男性教師はね、女子小学生のケツ触っちゃったりねして、逮捕されちゃったりするに決まってんじゃないですかこれ、ストレスってね。そもそもだって学生時代からね、男は女、女は男がいなきゃダメだった人間ですから、じゃあ早く結婚しろよっていうのは、学生結婚したして立派になった人なんてすごいギャンブラーですよね、昔から言えば。金もないのに金以上に異性が大事なんだって結婚してね、で別れずにね、立派でしたよ。そんな人たちいなくてね、同棲とか契約もしないでね。でバージン労働って何なんですか。バージンっていうのは処女ですよ、処女。まあね、ネットの掲示板なんか処女中とか言うらしいですけど、中毒じゃないです。それが大事で普通ですよ、それが本当なんですよ。普通以上ですよ、それが正当ですよ。アバズレだし、素人売春婦じゃないですか、パパ活じゃないですか、枕営業じゃないですか、うん、ねえ、女性に甘すぎました。だってあれでしょ、ビッグボスだってなんか清宮、昨日なんかある SNS だと、昼間のなんか試合の練習前にランニングしてる時になんか足をくじいちゃったのか、それでちょっと新庄監督、ビッグボスがすごく心配して、で昨日あの3番から外されて違う選手が出ましたけど、高なんとか選手が出ましたけど、それを他のマスメディアは新庄監督清宮外す前日ノーヒットとか書いて、それじゃ全然ビッグボスの印象違っちゃうじゃないですか。だから今のスケベな学生時代からね、うん、青山学院大学の女子大学生みたいなね、ソープランド場やりながら学費稼いだとか言いながら、ルイ・ヴィトンですか、なんだか分かんないですけど、それしか知りませんけど、うん、まあ手提げカバンのことですか、バックっていうんですかね、バックしてんのかね、何してんのか分かりませんけど、うん、まあそういう人間がね、こう、うん、まあ、まあ反省してほしいですね。もう過去にやっちまった人間はどうしようもないですけど、もうやらないでというね、言うしかないですよね。だってね、もう教育が悪かった、社会が悪かったんですから、うん、あと親も悪かったんでしょうね。だから本人がね、そこまで自力でね、それを変える力があればよかったんですけど、流されちゃったんでしょうね、うん、しょうがないな。そういう詩人層の殺人っていうね、映画を見たんですけどね、うん、まあそういうことで、今度ね、第一で第二部はね、この茨城新聞という素晴らしい新聞があるんですけど、茨城県にね、他の県には茨城新聞と言わないでしょうから、まあ大阪の茨城市はね、わかんないですけどね、うん、茨城新聞はね、茨城じゃなくて茨城みたいなね、うん、昨日と今日の新聞からですけど、うん、まあなんだかね、昨日はね、うん、なんだかね、ちょっとめくってるっていうことです。
ああ、昨日の経済面に面白いこと書いてあって、これを見てください。これね、やっぱり人間はね、生きていかなきゃいけませんから、環境も大事ですから、結婚したい人は結婚できる社会には、やっぱりこれ常陽銀行っていう素晴らしい銀行があるんですよ、茨城には。だけど、これ見てください。見えます？見えますか？見えますか？見えなかったらごめんなさいね。今年の7月からあともう2ヶ月くらいか、常陽銀行がね、銀行で初めて、地銀として初めて、太陽光発電の、に参入すると、新会社を作ってね、芽吹ファイナンシャルグループっていうんですけどね、そこの傘下の常陽銀行、水戸市がね、再生可能エネルギーの発電事業に参入すると発表した。7月にですね、新会社を設立して、太陽光発電設備の取得を6%減の、あ、違う、ごめんなさい、隣読んじゃいました。純利益いいですね、芽吹ファイナンシャルグループね。まあ、東京、進めると。地域への再エネ電力供給として、温暖効果ガス排出量を実質ゼロにする、カーボンニュートラルにつなげると。地方銀行が子会社を設立して、発電事業に参入するのは初めてだと。茨城はね、婚活もそうなんですよ。早かったんですよ、これ。参入するのがね。茨城のを真似して、モデルを真似して、婚活をやったっていう県は多いんです。茨城は、婚活を県で始めたっていうのの先駆けですね。これは歴史的に間違いないと思います。本格的な婚活を県が誘導していったのは茨城ですね。これ茨城はすごいですね。で、なんだっけ、同行の投資専門子会社の常陽キャピタルパートナーズが100%を出資して、新会社、常陽グリーンエナジー、常陽グリーンエナジーを設立すると。だから常陽グリーンエナジーって会社が、常陽銀行が発電参入。で、太陽光発電施設を持つ同行取引先などから希望に応じて設備を買い取るほか、常陽銀行もあれでしょうね、太陽光発電になるんでしょうね、社屋とかね、銀行とかがね、バイオマスや ATM なんかもね、風力などを含めて新施設を開発し、電源を確保、発電した電力は固定価格買取制度、PIT ですか、FEIT の期間中は電力会社に売電。バイデンっつうとね、アメリカの大統領なんですけど、バイデンさんもね、64歳ぐらいですけど、84歳でやってますからね。82でしたっけ？ 82 でしたっけ？まあ、年齢はわかんないですけど、まあ、元気な人は元気なんでしょうけどね。昨年の改正銀行施行で、施行でか。銀行は社会のデジタル化や地方創生などを後押しするよう、業界に参入で